おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はキイチゴの苗が手に入りましたので、プランターに定植していきたいと思います。今回定植するキイチゴは、もみじいちごという名前です。キイチゴの中で最も美味しいと言われています。生食、ジャムに最適なキイチゴになります。生息地は日本の中部地方以北の日当たりのいい原野などに自生するバラ科の木立性のキイチゴになります。5月から6月頃に1センチから 1.5 センチぐらいの透明感のある黄色い果実がなります。今回も実際にプランターに定植しながら5つのコツについてお話しさせていただきます。1つ目のコツ、栽培環境です。日向から日陰まで育てることができます。水はきよく風のあまり当たらないところが適地となります。耐寒性、耐暑性がありますので、初心者の方でも簡単に育てることができると思います。2つ目のコツ、用土です。土は選ばず強肩で育てやすい植物になります。3つ目のコツ、肥料です。化成肥料、環境性肥料を与えてください。肥料肩は着火しない原因になりますのでご注意ください。4つ目のコツ、育て方です。プランターで栽培できますが、半立ち性で1メートル以上に背が高くなりますので、支柱を立てるようにしてください。5つ目のコツ、水やりです。乾燥には弱いので夏場は少し注意が必要です。鉢植えの場合、木漏れ日の当たるところなどに移動してくださっても大丈夫かと思います。それでは定植していきたいと思います。それでは今回用意するものについてお話ししたいと思います。まず鉢になります。菊鉢の9号、少し大きめなんですけれども、 2,3 年植えっぱなしにしたいので、かなり大きな鉢を使っていきます。排水性もこのようにいいです。幅が25センチ、深さも25センチあります。そして培養土です。いつも使っている市販の元肥入りの培養土を使っていきます。こちらですね、お花やハーブ、野菜も使います。そして観光製法のマグアンプ、こちらも今回定植して1ヶ月後に株元に撒いていきたいと思います。そしてこちらが国家園さんで購入させていただきましたキイチゴのもみじいちごといいます。葉っぱがちょうどもみじのような形をしています。名前の由来はここから来てるかもしれません。それでは苗を取り出していきたいと思います。非常に小さなポットに入ってます。本当は水の管理がしやすいように、あまり大きな鉢では植えたくないんですけれども、キイチゴの種類は大変繁殖力が多く、地植えにした場合 2,3 年経つとかなり大きな株になります。もうすでにおそらくこれは芽だと思います。芽が出てます。はい、それでは定植していきます。まず培養土を入れます。はい、ポットを抜いていきます。あ、出てますね。ちょっと見やすいかな。このような感じですね。2年前の挿し芽がこちらだと思います。そして芽が出てきて、これで1年目で育って先端をピンチしてあります。はい、そうすると挿し芽してから3年目の苗になりますね。少し深めにしてしまいます。その方が水の管理が楽になると思います。植える深さは5センチぐらいでいいと思います。初心者の方でも簡単に育てられます。このように苗をプランターに植えて、ただお水をかけるだけで定植が完成してしまいます。普段の管理はお水を与え、2週間に1回ぐらい液肥を与えるだけで十分だと思います。今回ちょっと暖かいので、このように1つ花が咲いてます。バラ科ですので白いイチゴのような花が咲きます。そしてバラ科の特徴ですね、若干小さな、見えますか、トゲがありますね。もしトゲが気になるようでしたら、厚手の手袋などをして作業していただいてもよろしいかと思います。それでは灌水をしていきます。1回目はたっぷり与えてください。2回目以降は土の表面が乾いたらあげるようにしてください。
以上で木いちご、もみじいちごの鉢への定食が完成いたしました。木いちごの中でも最も美味しいと言われるいちごになります。今回も5つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目のコツ、栽培環境です。日向から日陰まで栽培可能です。水はけよく、風のあまり当たらないところで育てるようにしてください。耐寒性耐暑性がありますので、初心者の方でも簡単に栽培できる植物だと思います。2つ目のコツ、用土です。土は選ばず、強健で育てやすい植物になります。市販の培養土で十分だと思います。3つ目のコツ、肥料です。化成肥料、環境性肥料を与えてください。肥料型は着火しない原因にもなりますので、ご注意ください。4つ目のコツ、育て方です。プランターでも栽培ができますが、半立ち性で1メートル以上背が高くなりますので、支柱をするようにしてください。5つ目のコツ、水やりです。乾燥には弱いので、夏場は少し注意が必要です。土の表面が乾いたら、たっぷりお水をあげるようにしてください。夏場は半日陰に置いても大丈夫だと思います。今回は木いちごの中のもみじいちごの鉢への定植を行ってみました。これから果樹を育ててみたいという方や、園芸に興味が湧いたという方がおられましたら、ぜひ木いちごをおすすめしたいと思います。花も楽しめて、さらに収穫の楽しみも味わえると思います。チャンネル登録、そして高評価をしていただきますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。